おはようございます。フォルトです。本日大事な発表とは何なのか伝えていきたいなと思いますよ。僕、3月から人生初めての全国ツアーやりますよ。僕ね、実は2月に東京でね、演奏会をしますと言ったんですけども、僕の予想以上の大好評だったので、今回フォルテ、勇気を振り絞って全国を回っていきたいなと思いますよ。今決まってるのは4つです。大阪、岡山、福岡、名古屋。で、今回はね、東京は外してるのですが、様子を見ながら追加していくか考えていきたいなと思います。そして他の都市も様子を見ながら考えていきたいなと思っていますよ。許してください。僕はね、結構様子を見ながらやっていきたいタイプなので、皆さんぜひご協力いただけたらなと思います。まあ僕はね、今までも言った通りね、演奏会をあまりガンガン開くタイプではなく、時々自分のメンタルを頑張りながら、そしてピアノの練習も頑張りながら、たくさんやっていきたいなと思っているので、できる範囲で頑張ってみます。ですので皆さん、僕の演奏会に来て、みんなでワッショイをしながら盛り上げマッチョして、そしてワイワイしながら僕の演奏を時々ちゃんと真面目に聞いて、楽しくね、時間を一緒に過ごせたらなと思いますよ。で、大阪と名古屋のチケットについてなんですけども、明日朝の10時から販売開始となります。それ以外の都市、福岡と岡山は、まだ準備中です。もう少々お待ちください。今3月から7月までの演奏会をとりあえず僕の全国ツアーを発表させてもらいました。ぜひとも皆さん、明日朝10時から大阪と名古屋の方、お買い求めください。そしてものすごく楽しい演奏会というのもイベント的な、しかもショパンをちゃんと弾く、今回の演奏会は僕ショパンのバラードを一番含めておるので、すごくね、今まで自分が怖かったんですけども、今回頑張って弾いてみますので、ぜひそれを聞いていただけたらなと嬉しいです。ございましょう。それではバイバイ。